三軒茶屋跡に到着しました。ここは江戸時代三軒の茶屋があったところだそうです。中辺地と小辺地が合流するところでもあったので、当時はたくさんの熊野詣に向かう人々でにぎわったことでしょうね。右高野、左君井寺と書かれた道しるべが今も残っています。右高野と書かれた方が小辺地となります。ここには昔の関所が再現されています。江戸時代、関所を通るには通行手形と通行料が必要でした。通行料は今のお金でいうと200円くらいだったそうです。ここから熊野本宮大社まで 2.1 キロになります。さて、関所をくぐって出発です。もちろんお金はいりません。熊野古道の石碑に積み上げられた小石、旅の安全を祈って置いていくのでしょうね。さて、気を引き締めて登り道に向かいます。道は緩やかな階段になっていますが、石の大きさが不揃いなので注意しながら歩きます。一歩一歩ゆっくりと進みます。気持ちはどんどん先に進んでいくのですが、体がついていきません。緩やかな坂道になり、やっと楽になりました。
足元は水に濡れて滑りやすくなっています。足音と鳥のさえずりだけが辺りに響きます。紀伊半島のど真ん中をたった一人で歩いているような、どこか落ち着いた気持ちになってきました。歩けば歩くほど心の中が真っ白になり、何も考えなくなっていきます。ウォーキングやハイキングが体にいいと言われるのがよくわかります。座禅を組んだりヨガをしたりすることとどこか似ているような気がします。余計なことが頭の中から追い出され、無心になってただ前に進んでいくことができます。祈る気持ちと歩くことが一つとなって、心身ともに浄化されていくような感覚です。ただ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 歩きます。一歩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 、ただ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 歩きます。そんな時、また上り坂がずっと続いているのを見て我に帰りました。ちょっとめげそうになった私は、まだまだ修行が足りません。私の耳に美しいウグイスの声、しばし歩みを止めて聞き入ります。ウグイスさん、ありがとう。元気を分けてもらい、坂道を登る力が湧いてきました。道しるべ72までやってきました。ほっと一息。次回も
美しい山々を望みながら進みます。